世界でも珍しい個人投資家向けアクティビストファンド。徹底した分析により伸びしろのある企業を選定。対話を通じ変革を後押しすることにより企業価値の向上、株価の上昇へと導いていく。誕生から2年が経過、対話の成果が実を結び、ファンドも着実に成長し続けている。個人投資家と日本の未来を作るマネックスアクティビストファンド。皆様こんばんは。今日はですね、マネックスアクティビストファンドの運用報告セミナーということで、カタリスト投資顧問の会長として私松本と平野で社長の平野と後ほどちゃんと紹介しますけれども、草刈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと本日声だけで松江も入らせていただきますのでよろしくお願いいたします。そうだ、最初にそうでした、影穴が入るんでした。失礼しました。はい、どうぞ。はい、いえいえ。なので本日もですね、皆様からのご質問にお答えさせていただきたいと思いますので、ご質問やコメントなどがありましたら、YouTube と直伝のチャットの方で皆様、ご質問などをご記載ください。適宜こちらで拾わせていただきます。それではまずはじめに、3月よりですねポートフォリオマネージャーとしてカタリスト投資顧問に入社されました、元沢上投信の草刈さんより自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、私草刈貴博と申します。今回3月1日にですね、カタリスト投資顧問の方に参加させていただくことになりました。私は今ご紹介があったように、独立系大手直販投信会社の方で取締役と最高投資責任者の方を務めさせていただいておりました。でその中で私が求めてきたというか、考えてきたもの、そして最後に行き着いたところっていうのが企業との、エンゲージメントでございました。でそれは、投資先の企業、そして、お預かりした資産、この両方が価値が上がることっていうのを追求していったときに、単純にその企業の株価が上がることを待ってるだけだと、結果的にですね、単純に波に乗る、だけになりかねないなというふうに思ってしまいました。で最終的に私たち投資家が能動的にその企業の変革のお手伝いをさせていただくことによって、個人の資産の増加ももちろんそうですけれども企業価値の増加、この両方をもって日本が変えられるんじゃないかというふうに思っておりました。で今回ご縁があって、マネックスグループのカタリスト投資顧問に、入社させていただいて、今までの知見ももちろんそうですけれども新たな、メンバーの皆さんであるとか松本さん平野さんのこれまでの、経験実績というものを学ばせていただきつつ新しい風を巻き起こしてですね新しい価値を皆さんと共に作っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今チャットでドクター K さんから沢上さんの方も兼任するのかなってそんなことはないです。もうやめて、こっちに来ましたのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではですねマネックスアクティビストファンドの運用報告に移っていきたいと思いますが、本日、初めてご参加されている方もいらっしゃると思いますので簡単にファンドについてご紹介をさせていただきます。マネックスアクティビストファンド愛称日本の未来通称マフは世界でも珍しい個人が購入できるアクティビストファンドとなります。通常のアクティビストファンドは機関投資家などのプロ向けに設定されているため世界でも大変珍しい試みとなっております。でマフの主な投資先は日本の上場企業です。投資先の企業の価値を向上させるためにエンゲージメントと呼ばれる対話を通じて企業の変革を後押ししていきます。このエンゲージメントにより企業がより良い姿に変革をしていくことで日本の資本市場全体が活性化されひいてはより良い日本の未来を作っていくという大きな理念を持って運用しているファンドとなります。それでは早速ですけれども直近の運用状況について移りたいと思います。こちら先週金曜日ですね3月17日時点での基準価格となりますが12,773円で設定来リターンがプラス 27.73%、 年初来リターンはプラスの 1.85%、 純資産総額は約146億円となっております。
こちらまず平野さんの方から、コメントをお願いできますでしょうか。はい、いつもファンドの投資をしてくださる投資家の方々お世話になっております。今月もよろしくお願いいたします。基準価格の方をご覧になって分かる通りですね、年初来は、マーケットも少し落ち着いていてですね、インフレがどうなるかとか、金利が上がっていくとか、そういったことをですね飲み込んでいって、少し落ち着いた中でですね、徐々にリスクオンが進んでいったという状況で、我々もその追い風を受けてですね、基準価格の方は順調に上がってまいりました。で、一方ですね、後ほど詳しくご説明しますが、運用対象のですね企業もですねぐっと絞り込んで、よりエンゲージメントの色彩というか、力を入れる企業に対して大きなウェイトを張るという投資を進めてきております。で、その効果もありましてですね、今月の上旬ぐらいまでは好調なパフォーマンスが続いておりました。その後ですね、皆様ご存知の通り、金融市場において、非常に、当初はアメリカのシリコンバレーバンク、それから先週からクレディ・スイスの大きなですねニュースが毎日紙面を賑わしております。で、こういう状況になりますと、必ずどこかにですね不安が大きくなって、どこかしら経済にこうバランスが取れなくなってきて、不安がものすごく大きくなってきているという状況で、基準価格はちょっと今ここ1週間2週間ですねその影響を受けておりますが、最終的には時間軸は分かりませんが、回復基調に戻ってくるということが期待されるというふうに概ね大きな流れでは見ております。ただ短期はですね極めてリスクが読みにくい状況ですので、我々もそれに対して注意深く対応していきたいというふうに考えております。松本さん、何か補足があればお願いします。年初にですね1月4日に今年の6月の株主マネックスグループの株主総会で、今私が CEO は生命が高 CEO という形でやっているんですが、株主総会終了時に、生命が一人の CEO になると。で、私はエグゼクティブチェアマン取締役会議長という形で、生命と分担してですねグループの経営をしていくと。で、同時に、その分ですね生命が CEO やる分、私の方はこの、エンゲージメント運用により力を入れていくと、そういったことを1月4日付のプレスリリースで、マネックスグループから出たプレスリリースで発表をさせていただいております。で、もちろん今までもしっかりとこの、MAF ですねファンドについて、深く関わってきているわけですけれども、そういった発表後ですね、さらにこう深くというかですね強く関わり、さっきちょっと、平野からも話がありましたけれども、リスクをですね一気に、取る量を増やしてきました。まず最初その1月の間はですねいろいろなこの、リスクの測り方の再点検であるとか、新しいリスクの、計算方法とかですね、いろんなものを、チーム内で議論をして、でその上で、方法論を確立し、でさらに、マーケットを見てですねこう銘柄を絞って会社を絞っていき、うんぬんと。で、後で話しますけれども、今はですね上位6社でポートフォリオ全体の 50% を超える金額を持つというような、かなり強い集中投資に、振っています。で、そういったことをやり、かつ、そのリスクをいっぱい取り、でかつその、当然リスク取るといってもエンゲージメントファンドなので、エンゲージメントが効くであろうということにかけてリスクを取るわけなんですけれども、当然、皆様の、お金を預かって運用している立場としては、マーケットの動向とかもですね、しっかりと見て、適切なリスクの管理と適切な、この、別途というと、ちょっと良くないかもしれませんけども、ポートフォリオの傾け方とかですね、そういったものが必要であると。そういったことを年初来、やってきまして、ここにグラフにあるように、これマーケットが上がったからというのはもちろん一番大きいわけなんですけれども、それに加えて、我々のファンドも
もう一気にこう伸びていくと、マーケットよりもさらに伸びていくということをしてきました。で、まあ、そこで、まあ、ちょっと時代が変わってですね、金融機関の、危機というのがアメリカから始まったりしたので、マーケットが売られ、でポートフォリオ全体に対するこうなんつうんですかね、その2月末までに作ってきた、ポートフォリオの組み方に対して、まあ、若干今のマーケットというののこのフィッティングがまだもう少しこう見極めなければいけないところがあるとか でこのグラフのようにちょっとこうどうしても売られるという状況になりました。これは平野が言った通りなんですね。でもここから、さらにしっかりと、新しいメンバーも加わり、しっかりとリスクを管理して見て、で強くエンゲージメントをかけてマーケットをしっかりと、読んでですね、ファンドの運用を、していこうと、そんな状況であります。はい、ありがとうございます。で今のお話にもありました、ポートフォリオの状況ということで、こちらに、3月10日時点ですね、グラフでちょっと銘柄名は控えさせていただいているんですけれども、書いております。こちらについて改めて、平野さん、松本さんからお願いできますでしょうか。ご覧になっていただいた通りなんですが、上位6銘柄で 50% というのはですね、なかなか運用業界においては相当な集中投資とい、いうふうに思われます。で特にですね、流動性ある程度意識した運用でこういった形態を取っているファンドというのはそんなには多くないというふうに考えております。でこういうリスクを取って普通ですとですね、1日に何パーセントか負けるなんていうこともあるというのがですね、運用業界の常識なんですけども、私ども、松本が申し上げた通りですね、リスク管理が相当気を配っておりまして、マーケットの急転換においてもですね、もちろん負けない方がいいんですけれども、やられ方というのはある程度マネージできているというふうに思っております。ただその一方でですね、例えばA 社、それから B 社、C 社、それぐらいまでですね、かなりのウェイトを張っていることになるので、もちろん株としてどうかというのも大問題ですが、エンゲージメントがとっても大事になってきて、で先ほどご説明した通りですね、相当そちらに対しても従来以上によりエネルギーをかけてリターンを上げていきたいと、そういうふうに考えております。かなり偏った正直僕はびっくりしましたね。これも去年まではここまではやってなかったですね。で先ほど言ったように年が明けてからギアチェンジして、しっかりこう真剣に、まず我々を追い込んでですね、取るリスク量を倍から3倍にしようとという、数値目標も持ち、それは単にリスクを増やすだけだったらしょうがないので、ちゃんとリスクを管理しながらそこまでリスクを取ろうと、ということで、ここまで、全部で20銘柄ちょっとというところまで絞り込んでですね、やっています。6銘柄で 50% とということなので、これから先、インデックスに対してブレることもあるとは思うんですが、今のところはこれでも、プラスマイナスで、インデックスに対して1日の一番大きいずれ幅で 1% ぐらいなんですけれども、そんな形で、プラスをより取るようにしていきたいというように思ってます。もんちゃん様は確かにこの比率はビビるというご投稿、対しましてドクター K 様が十分に分散されていると思いますもう少し集中投資しても良いかもしれませんってことなんですけども、ちょっとこれ一応デイリーリクイディティの日々流動性のある投資信託なので、おそらく日本全国で過去に例がないんじゃないかと私は思うんですけれども、しっかりと、集中してればいいということでもないし、そうですね、結果が全てだ、はい、
こういうふうにしようと思って、こういう構成になったというよりはやはりボトムアップで、まあ、面白いというものを積み上げていき最後に調整をするという形をとっております。ですので場合によってですね非常に興味深いものがいくつか出てきてとても集中した方がいいと思う時ももしかしたら来ることが彼氏もそういうケースを否定するわけではないんですが、まあ、ただ現在の状況現在のマーケットからするとあまりにも想定外のことがですね、まあ、今後数週間まだ起きうるような状況ですので、当面は少しこれぐらいでいきたいなというふうに考えています。もう一つ今質問が来てまして、はいはい、今後市場環境が悪くなった場合には現金の比率を上げるのでしょうかというふうに来ております。これはですね、うん、大変いいご質問なんですけれどもお客様はなるべく多くの絶対リターンを、望まれているというように私たちは理解をしているのですけれども、まあ、同時にですねこのファンドの場合は日々毎日買ったり売ったりすることができるように作っているファンドなのでお客様も、売ることができる毎日で買うこともできるというふうに考えると今日の時点で預かっているお金は基本的にお客様が、まあ、受益者の方が個人投資家の方が、マーケットに入っていたいマーケットを持っていたいマーケット買い持ちでいたいという意思の、表れであるというふうに考えるべきであろうというのが、まあ、一応こう、うん、おそらく論理的な帰結なので日々売買ができるファンドなの でそうすると、お客様はマーケットを買いに行こうとおっしゃってるのに我々がバーッと現金を増やしてマーケットから降りるというのはどうなのかという、考えがあり基本は、預かっているお金はマーケットに、入れると、フルインベストメントするというのが我々の考え方でこれ現金その他とありますけれども現金はそのお客様がの売り注文とかあった場合に、しっかりと現金でお支払いできるように現金を持つんですがでその分ですねポートフォリオ全体の、まあ、デルタというかマーケットを持つ、リスク量を、一定にするために先物をちょっと持ったりしてですねしっかり調整しているんですね。ですから基本はマーケットのどういう環境であってもフルインベストメントにしたいと、まあ、少なくとも現時点では定款上は、必ずしもそうではなくて変えることはできるんですけど先ほど言ったような理解をするのが、まあ投資家の個人投資家の方の考えだろうということでそのようにしていますか。個人投資家に長く向き合ってきた草刈さんは、はい、その点はどう思いますか。はい、個人投資家の方々おっしゃっていただいたようにやっぱり絶対リターンなんですけれどもちょっと時間軸がそれぞれのお客様によって違ったりするので、まあ、どうしてもその相違として考えた時にはやはり見込みのあるところに投資をしてやはりマーケットが悪い時こそ投資をするといったような、まあ、センスがよく働いているかなというふうに思ってますので、まあ、少しのその調整っていうのはあるけれどもこのように、まあ、基本はフルインベストメントっていうのはやっぱりいいかなというふうに思ってます。HT 様からファンドはロングオンリーですか、うん、ネットのデルタはヘッジするんですかとあるんですがこれはロングオンリーにしています。定款上約款上は、ショート先ほどのショートは触れることにはなってしてある一応はしてあるんですけれども、うん、今草刈が説明したこととあるいはその前に私が説明したことと、同じだと思うんですけれども基本はファンドを買っていただいているということはそのマーケットに入るべしとその上で絶対リターンをなるべく出すと、まあ、タイムトゥタイム調整はするもののというふうに考えておるので、いざという時のことができるように先物も売れるようにはしていますけれども、ロングオンリーで現状では、現金分を調整するための先物を買うということをやってますけれども、先物を売るという形でのデルタ調整はしていません。
もう一つですね、ドクターけど、とはいえ集中投資の集中度を指標化し歯止め基準は設定した方が良いと思います。はい、これはしっかりと先ほど冒頭というか申し上げましたリスク、我々なりの新しいというかですね、リスク管理の方法を考えて今それを使っているんですけれども、まあ、そこでしっかりとこの程度の範囲のリスクを取るべしと、これ以上リスクを下げてはいけないと、これ以上、まあ、でしっかり測っているので異常にリスク高くなるのはそれをコントロールしますし、そこはちゃんとしっかりとコントロールしてまいります。はい、はい、ありがとうございます。それでは今もうすでに質疑に移っておりますが、質疑の方で、はい、移っていきたいと思います。皆様ご視聴されている皆様はこちらのチャット欄に引き続き質問を、記載いただけますと幸いです。ちょっと事前の質問できた質問を先にいくつか拾いたいと思います。最初なんですけれども、松本さんがファウンダーに、マネック証券のファウンダーになられて、で新たに草刈さんが入られて、これからのアクティビストファンドはどのように変わっていくのでしょうかというご質問が来ています。いや、バリバリにしっかりリスクを取り、しっかりと、エンゲージメントをし、発行体とですねしっかりと対話を取りで、まあ、今まで以上にですね、まあ、メンバーが増えたので、今まで以上に、発行体投資対象だけではなくてお客様、皆様ですね、皆様との間の対話というものも、まあ、いろんな形で、増やしていきたいというふうに思っておりまして、でそうすることでこのファンドをまず大きくし、かつ多くの、多くのカテゴリーの人を巻き込み、これは発行体とかメディアとか投資家の方とか多くの方を巻き込んで、まあ、社会に変革を起こせるようにしていきたいというふうに思っております。草刈さんはいかがでしょうか。はい、まあ、日本ってすごくいいものを持ってるんですけども、なかなかこの過小評価されているというか、こ うまく買われきれてないっていうのが、まあ、ジャガイの私ながらの意見で考えますと、まあ、政治はちょっとなかなかうまく進まないところがあるかもしれませんけれども、この資本市場では例えば株主権の行使であるとか、まあ、そういったシンプルな形できちんと、まあ、合理的に判断を下せるというふうに考えると、個人のみんな皆さんとかみんながですね、資本市場に興味を持ってそういう投資行動をすることによって、まあ、一般的なその政治活動よりもよりアドバンスし、より前進できる社会にできるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、こういうアクティビストファンドっていうのを、まあ、有効活用していただくと、まあ、日本の社会全体よりドライブできるというふうに思いますので、ぜひ参加していただきたいというふうに思いますし、まあ、そのための対話というものを投資先の企業様もそうですけれども、個人のお客様皆様とも対話していきたいというふうに思っています。はい、平野さんは何かコメントございますか。まあ、強力なメンバーが加わってくれましたので草刈さんはですね、もちろんPM でいろんなリサーチ投資判断でもとてもプラスになるんですけれども、業界内で非常に人脈も持たれている人ですね。新しい情報入ってきますし、またエンゲージにおいてもですね、まあ、非常にコミュニケーション力があるので、まあ、違ったアプローチ、今までで違ったアプローチでまた会社のですね、企業の、まあ、マネジメントの方々と対話していけるのではないかというふうに強く期待しております。はい、今ちょうどチャットの方でもコメントが、ご質問来ておりまして、沢上投信との違いは何なんでしょうか。というのも沢上投信も社会変革を目指しているファンドと思うからです。で期待リターンが違うのかなと思ったのですが、沢上も、年率 6% くらいで回っていますので、その違いということをご質問が来ております。はい、まあ、冒頭に申し上げたようにアクティビストファンドの違いというのは、その我々がそのなんですかね、触媒となって、まあ、カタリストっていうふうに書いてあるように、その企業を変革するお手伝いすると思います。どうしてもその一般的なそのアクティブファンドっていうのはいい企業をピックアップして持って待ってるっていうことになってしまうので、もちろんそれもすごく面白いですし楽しい作業なんですけれども、投資させてもらった企業それがより変わる
この変革を促す、もしくはお手伝いさせていただくということで、よりリターンが高くなる、我々が能動的であるというのがその非常に面白いと思っています。それがやっぱりあの違いかなというふうに思ってます。で、まあ、年率 6% じゃおそらく皆さんも納得できないと思いますし、何よりもやっぱり個人の投資家の皆さんの資産が大きくなれば、皆さん消費が活発になって、お金がちゃんときちんと世の中曲がっていけば、日本というのはさらに活発化できると思います。そのお手伝いもできるというふうになると、より高いリターン、そしてより、コミットした投資、これを目指していきたいというのが私の個人的な願いです。はい、ありがとうございます、はいはい、ちょっと、はい、あの前にいただいたご質問全部お答えしたいと思うんですが、あのチャット版の方も上に上がっていっちゃうと分からなくなっちゃうので、ちょっと行きましょうか、はい、いくつか答えちゃっていいですか。エルカーバージョ様、本日のつぶやきのリスク管理をアクティビストファンドに照らし合わせて解説していただきたいですと。これはあのさっきあの上位6社で 50% 持っていると、で A 社だけであのパイチャート見ると 20% ぐらい持っているような感じなんですけれども、まあ、今日私が書いたつぶやき等の、まあ、アナロジーで言うと、状況によってはあの A 社の 20% というのはぐっとこう 10% とか 5% とか 0% とかしたりとか、あるいは、もっと小さいポジションのところをぐっと増やすとか、そういうことだと思うんですね。ただエンゲージメントファンドなので、我々のファンドはそのアクティブなトレーディングするファンドではないので、あのリスク管理という観点でいうと、今言ったようなポジションとしてはそういうことが考えられ、あるいはエンゲージメントファンドという観点でいうと、何か会社が動きが鈍くなっているような感じがあった場合には、強く対話をして、それではいけないと、もっと早く動かなければいけないということを極めて積極的に対話を持つとかですね、まあ、そういったポジションの管理と、そういうエンゲージメントの濃度をあの強くするとかですね、そういった形でしっかりと、今あるポジション、まあ、あの会社さんをしっかりと見ていくことだというふうに、思います。それから SOH 様、比率に関わらずトータル銘柄数はいくつでしょうか。まあ、20社ちょっとというふうに申し上げたんですが、まあ、23社です、今日の段階ですね、になっております。コウ様、 ABC 社がどこであるか公表しませんか。またこれらは時とともに変わるかと思いますが、どのくらいの期間になりますか。これはですね、あの3月10日時点の、ポジションは詳細に、あれは3ヶ月以内でしたっけ、ね、業務上は、はい、にあのなんていうんですか、あれは年度決算、決算報告という形であの出さなければいけないので、皆様ご覧になる形になると思います。また、まあ、それで一旦あの3月10日時点のものは全部分かりますので、あの株数一株単位まで分かりますので、名前と、でその上その後ですね、どういう、インターバルで、どのくらいその上位保有者の名前をどんなふうに出すかとかですね、どのくらいの間隔でそれを出すかとか開示するかとか、それはちょっとあのもう少し考えて、あのこれから始まる期ですね、今年中にそういう対応を進めてまいりたいというふうに思います。あ、でもこれやってると今度こっちが行かなくなっちゃうんですね。そうですね、ちょっとバランスが、じゃあちょっとあの紙のあの次あらかじめの方行きましょう。はい、じゃ事前の質問も2問目です、はい、アクティビストファンドは打倒 S&P500 を目指しているのでしょうか。難しいご質問ですねもちろんあのいい運用をしたい、いいパフォーマンスを出したいという、そういう意味においてはあのいろんな運用商品に対して、まあ、妥当じゃないですけども、まあ、コンペティティブでありたいというのはもちろんありますが、 SP500、まあ、いろんなあの解釈の仕方ありますけども、ガバナンスの非常にいい国 で世界で最も経済競争力が今あると思われている国のインデックスをベンチマークにしなさいというメッセージであれば、もちろん日本は
ガバナンスがまだ十分に良くないところから良くなりつつあるというステージにあるわけですから、改善余地は大いにあって、で、まあ、そういったものをですね意識しなきゃいけないという気持ちもなんか貴重な示唆としてですねいただきたいというふうに思います。まあ、ただ一般論ですけども、もちろん意識したいですが、基本的にはいい運用をしたい、いいリスクリターンを取りたい、そしてエンゲージメントによってですね社会を変え結果的にリターンが出るという流れを、まあ、一番念頭に置いてやっていきたいと思っています。私は打倒 SP500 ですねというのは NISA 拡充とかですね、いろいろそういうことを政府やってるんですけど、それで、預金から投資へってお金が行った時にそのお金が全部 SP500 いっちゃったら どういうことですか。それは日本が何百年かけてこう貯めてきたこの資本というものを他国の企業の成長のために使う、それでいいのかと。でそれじゃ良くないから SP500 じゃなくてに日本の株に投資してくださいとか、SP500 じゃなくてマフに投資してくださいとは申しません。そうではなくて、まあ、マフのリターンが SP500 を超えることによりこっちに来ると、 SP500 じゃなくてマフを買うと、そういうふうにならなきゃいけない。でそれひいてはそういう活性化することで日本株のリターンが SP500 よりも良くなることで、でNISA拡充とかのお金も SP500 じゃなくて日本株に行くと、で日本の企業にお金が回ってそれでまた日本の社会が強くなっていくと、そういうふうにしなきゃいけないと思うんですよね。なのでそういう、まあ平野が言ったのはこう極めてこう何て言うんですかね、論理的な話なんですけど、私としてはですね、私はこう日本の資本市場を良くして、それが日本国の国力を強くすることに結びつけるというのは私のライフワークですから、もう打倒 SP500 でマフもやっていきたいというふうに思ってます。気持ちはそれでいきましょう。はい、はい、ぜひご期待ください。はいはい、次そうしましたら、3つ目の質問がキャンペーンの申し込み時に迷っていますということなんですけれども、はい、キャンペーンというのはマネックス証券の方ですね。はい、ちょっと、そうですね、マネックス証券の方でマフを、の買い付けキャンペーンというのをやっていまして、これエントリーが必要になりますけれども、エントリーをした上で、買い付けを3月31日の約定までで、していただくとですね、抽選で、ここに下の方に抽選条件書いてありますけれども、抽選で5万ポイント、マネックスポイントが5万ポイントまで、抽選で当たるとというキャンペーンになります。積み立て買い付けは対象になりませんので、あとエントリーだけしてもダメです。エントリーをした上で3月30日までに、買い付けなければいけないと、というそういう、まあキャンペーンなんですね。でこのご質問の方の意図はキャンペーンの申し込み時に迷っていますというのは、おそらくエントリーはしたんだけれどもいつ買うかという、エントリーポイントが、エントリーじゃない、その買うポイントが迷われているってことだと思いますね。マーケットもありますからね。まあ今日3月20日ですよね。で、まあ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 相場のことはもう相場に聞けと言いますかよく分かりませんけれども、まあおそらく今年度中に、まあ UBS がクレディスイスももう買収ということで一応蹴りがついたと思ったら、AT1 さんという資本制証券のですね、がまあ、ゼロになるみたいな話が、これはリテールのお客様にはほとんど関係ないと思うんですけれども、まあ、そういった話が出てきてちょっとまだ不安があると。でこれらをまあいろいろな各国当局もいろんな不透明感を、今月中になんとかきれいにしたいというふうに思ってると思うんですよね。で世界中の特に日本の機関投資家も新年度からなんか気持ちよく行きたいというふうに思っていると思われるので、まあ、そう考えるとですね、まあ、申し込み時買い時は、まあ、今から31日までしかないですから大してないんですね大してないんですけれども、まあ、今この
ちょうど今日ですよね、 AT1 歳の話が出てきたのが。だからちょっとあれ、来週って何日なんでしたっけ、営業日。来週は5日、31日がちょうど金曜日なので、はい、来週じゃないでしょうか私は思い忘れないようにしてくださいね。あ、そうですね、その忘れちゃうといけないので、だからちょっと様子を見て、今週末から来週半ばまでぐらいが時かなっていう気が、勝手な憶測ですけれども、そう思いますね。まあ、難しくてあんまり参考になりませんけど、ここのところのパターンですと毎週末に金融当局が動いて、で状況が変わると、そのパターンで2度あることは3度あるとすると、まあ、今週末もなんかあるかもしれないですね。あ、金曜日が買い時だと。分かんないです、月曜日かもしれないですね。上がっちゃってるかもしれない、分かんないです。もういつでもいいと思うんですね今週来週で。ただマフの場合には、あの1日ずれる、あ、確かに金曜日に申し込むと月曜の引け値で買うことになるので、うん、まあそうするとあれじゃないですかね、木曜日ぐらいから考えられるといいかなと思います、うん、はいはい、ありがとうございます。ちょっとまた戻って、質疑の方に、はい、どれか気になる質問とかございますか。いや、これもうバンバン行きましょうか。投資先企業の株主総会に出席する予定は今ありませんけど、出席する必要があれば出席いたします。はい、手段は制限しないという、うん、方針です。はい、会社員として働いているとアクティビストは株価を一時的に釣り上げて売り抜くために経営に要求する厄介者とイメージがよく聞かれるのですが、企業との対話は円滑にできているのですか。はい、円滑にできています。たまにですね、その企業の株主とか、まあ、顧客だとか社員とかをの利益をないがしろにしてですね、経営者が保身で何かやってると。でこれはですかね、だからこれ経営に、だから何ですかね、経営がちゃんと株主とかお客様とか社員というステークホルダーのことを考えていれば、その経営と我々は常に、まあ、円滑かどうかは分かんないですが、同じ方向を見て対話をして同じ方向を見ていると。まれにですね、昔はもっといっぱいあったんですけど、まれにというかたまにですね、同じ方向じゃないと。要するに私たちはその企業のステークホルダー、社員、お客様、株主のことを考えているんだけれども、なんと経営はそういうふうに考えてないように思えるとというような場合もあるんですね。でそういう場合にはこう、ちょっとこうザラザラするようなことも、するかもしれません。まあ日歩さんの例なんかでは1年半前ぐらい、ね、そうですね、ちょっとそういうので我々は公開書簡とかも出しましたけれども、まあそういったこともある時はあると思います。まああとおっしゃられたいポイントは、まあ企業の将来の成長余力を摘み取って、まあ、逆にファンドのリターンにしているケースもあるんじゃないかというご指摘だと思いますが、そういうケースももしかしたら世の中にはあるのかもしれませんが、私どもの場合は、まあ、企業の方と基本的にはしっかりした対話をしてですね、まあ、合意といっては何なんですけども、お互い企業のことを考えてますというコンセンサスのもとに、まあ、しっかり対話を進められているというふうに考えております。で実際エンゲージメント終わった後もですね、企業の方といい関係で、まあ、時にはお礼の言葉までいただけたりとかですね。で、まあ、昔もそういう事例をすでに公表しておりますが、最近でもですね、まあ、某機械メーカーで非常に価格交渉を頑張って業績が急速に良くなったという会社があって、で、まあ、その会社はですね、まあ、市場の評価も低かったんですが、ここに来て急に評価が高くなって、でその社長の方にですね、1年半ほど前に、まあ、2年かなお会いして、まあ、従来のビジネスは価値を毀損していて、で価格交渉に問題があったのではないかというプレゼンテーションをして、
なんとその社長の方はですね、社内でその資料を、まあ、役員の方、それから重要なポジションの人に配ってですね、で現在に至るまでその価格交渉をして、それがいかに企業価値、それからその企業のですね、長期的な成長性に資するのかというための参考にしてくださったということで、まあ、感謝の言葉までいただいたりとかしております。まあ、ですので、まあ、我々のケースにおいてはご懸念の点はほぼないというふうに考えております。はい、あとご意見フォームで今年もらったのいくつかあって、これちょっともう一回チャット版にも戻りたいと思いますけど、ちょっといただいているものがまだあるのでさっとお答えしたいと思います。企業価値の向上よりも自身の保身のために頑張っている人が多く、新しいアイデアがなかなか出てこないため、投資したい企業はなかなか見つからないってことですけれども、我々マフのチームではですね、投資したい企業はいくらでもあります。日々いくらでもこうザクザク掘り出しているような感じで、その中厳選して、今二十数社に投資しているわけなんですけれども、今後で、ね、先ほどもご質問あったように、開示どの企業に投資しているかというものを進めてまいりますので、ぜひマフ買っていただいてですね、一緒にこう投資体験というかをしていただけると、どういうふうにアイデアジェネレーションするかみたいなことも皆様となるべくシェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。次にですね、日本、アクティビストフォーラムで日本株の株価上がらないような日本人が日本株を買わないからって話があったけど、そもそも日本のインデックスがダメで、ダメなインデックスなのにインデックス投資という話がすごい増えてしまったので、結果としてこうなってんじゃないかと、というようなご意見なんですけれども、これですね、おっしゃること大変よくわかるんですよね。大変よくわかるんですけれども、ですね、例えば日経225とか、あるいは、トピックス、トピックスと SP500 でも日経225と SP500、トピックスと SP500、あるいは日経225とダウ30とかですね、比べるとですね、入れ替え率が実はあんま変わんないんですね。そうすると、じゃあインデックスの作り方が悪いんじゃないんですかって話になるかと思うんですけれども、いやそうじゃなくてですね、マーケット全体の入れ替えが違うんですね。アメリカはマーケット全体でやっぱり入れ替えが行われるんですね。上場廃止とかで、日本はそれが少ないんですね。そういう入れ替えが少ないマーケットの中でインデックスを作るから、日本のインデックスはいまいちになるんですね。ということは、インデックスの問題というよりも、インデックスの元になっているマーケットの新陳代謝が日本は悪いというのが多分原因じゃないかと私は思うんですけれども、だそこをですね、こういう我々の活動とかも、とか刺激してですね、元新陳代謝を、我々の場合には単にこう上場廃止になればいいとかそういう話ではなくて、 A 社 B 社があった場合にお互いに競争力のあるものをある会社の方に生産要素をこう寄せると、そうすることで A 社も B 社も生き返る、というようなですね、そういった提案をどんどんしていきたいというふうに考えていて、でそうすると、会社の新陳代謝は見た目はなくても、実は中身はすごい新陳代謝が行われていると、そういったのが日本には向いているかなと思うんですけれども、そういったものを、しっかりと推進していきたいというふうに思っています。スクラップ&ビルドでやり続けないと未来はないので、終身雇用制度を変化させている段階だとは思うが、そのスピードが遅いと。なので米国や全世界ファンドに目がいってしまうと。そうですね、おっしゃる通りのようにも思われて、でも皆様の目が先ほど申し上げたように日本株に戻らないのは皆様の責任ではなく我々の責任、この日本の企業、日本の株式市場をの制度を設計している、東証であり金融庁であり政府であり、あるいは証券会社であり運用会社であり、我々の責任だと私は思います。我々っていうのは発行企業も含めてですね、そこを直していくことで、いやでも
日本株を買いたくなると皆様が、まずはマフからというふうにならないといけないと思うので、それを真剣に取り組んでいきたいと。いいですね。それでもちろんですですね。はい、はい、です。東証への PBR 改善提言、大きなアクティビスト活動と感じています。ありがとうございます。はい、これはあの、フォローアップ会議、私メンバーでもあり議事録も公開されているんですけれども、ぜひ読んでいただくとですね、私かなり激しく発言とかしているんですけれども、実際あそこの、会議の中からですね、 PBR 一枚割れを直そうという議論も具体的に出てきてですね、まあ実際 PBR 祭りみたいなことが日本のマーケットでも起きたわけですけれども、引き続きあの刺激していきたいと思います。あらかじめいただいているのでこれは最後になります。少しの金額ですが私も保有しております。松本大輝さんを筆頭に今年も頑張ってください。応援しております。ありがとうございます。みんな頑張りましょう。はい、はいはい、さてではちょっとライブの方に戻りまして、草刈さん、ファンドに対してどのように貢献いただけるのでしょうか。主に対話でしょうか、新規の企業アイデアでしょうか。はい、ありがとうございます。あのまず新規の企業アイデアを、まあ、提案したいというのは一つあります。でもう一つは先ほど申し上げたように、投資先の企業との対話ももちろんそうですし、何よりもその個人の皆様との対話、これをより力を注力してやっていきたいなというふうに考えています。やはりあの個人の皆様からの意見であるとか、いろいろな地方に行ってのセミナー、そういったものに参加させていただいて、まあ、私たちの考え方をより具体的に理解していただける、この活動というのにも、非常に力を入れてやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんそういった、地方の、まあ、地方だけじゃなくていいんですけども、こういうオンラインのセミナーでもそうですし、実際のリアルのセミナーにも参加していきたいというふうに思ってますので、皆さんぜひ参加していただきたいというふうに思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、私的には当然リターンも大切ですが、マフに入ってるお金で世の中を良くするみたいな感じで動いてもいいのかなと思います。はい、そうしながら、ただし私たちは運用会社、運用のプロなので、マフのお金で世の中を良くすると同時にリターンも出すと、というふうにしていきたいとしていきます。頑張ります。はい、エンゲージメントいろいろあるけれども、共通しているエンゲージメントの具体例があれば。まあ、資本効率っていうのは大きなテーマになります。あのものすごく保守的に運営してきた日本の企業風土で、利益率は相当改善しているという現実があります。で、かつてのように保守的な資本運営をしながら利益率が劇的に改善しているので、資本がダブついて結果として ROE が低くなるという現象がたくさんあります。まあ、それをこれはまあ一つ大きなテーマで、今是正の方向に流れが変わってきておりますので、まあエンゲージメントでも多分経営者の方は資本のバッファーを減らすということにものすごい心理的な抵抗感がありますが、対話によってかなり変わるという傾向はあります。まあ、その他 あのケースで言いますと、まあ、リストラクチャリングは当然そうで、あの松本さっき申し上げましたですね、生産要素の交換というのはまさにリストラクチャリングが絡んでくる話で、まあ、ベストオーナー誰かそこに寄せるということによって、まあ、あの利益率が高くなると同時に国際競争力も強くなるという、まあ、国益にもかない、かつ、まあ、多分全体最適にもなるという大きなテーマがあります。まあ、それ以外で言いますと、もちろんあの適正な価格を交渉するというのはもちろんガバナンスに沿ったテーマでありまして、まあ、その他もろもろそんな感じですかね。はい、投資先の企業と日々対話していると思いますが、彼らと話していて東証市場改革の影響は感じますでしょうか。経営者は以前よりも意識してるでしょうかと。これはですね、めっちゃしてると思いますね。あれ、私も東証のいろんな委員とか、まあ、取締役も5年間やったことありますけど、東証とは20年ぐらい関わってきたんですけど、20年以上ですかね、今回ほど結果が出てるのはないですね。しかもあっという間にもう即座にマーケットも経営者も反応し始めたという、まあ本当に珍しい。でこれなぜですかっていうとですね、なぜですか、これ実はですね、
私は例えば20年前から同じようなこと言ってるんですね。じゃあなんで今回こう変わってるか、これは東証の中の人が、担当者たちがやっぱり世代が変わってきてるんですよ。だから上が清田さんから山地さんに変わったからですか、変わるからですかとか言う人もいるんですけど、関係ないと思いますねそうじゃなくて、現場の人たちが世代が変わってきたので、もう変えなきゃいけないと思ってる人が絶対多数になってきちゃったんですね、当初の中でも。だから変わるんですよ。でこれが我々がアクティビストファンドって今日本でチャンスあるんじゃないのってのも同じなんですね。経営者の世代が変わってきてるんですね。なので変わる気があるんですよ。でこれが今までと違うことなんですね。なので日本の資本市場はもう本当に変わる直前というか、変わり始めているという実感があります。この東証改革に対する反応を見ても、まあ、英語でセキュラーチェンジって言いますけれども、明らかにもう後戻りできない変化が起きてるんですね。もう普通に変えるべきところは変えなきゃいけないとよっていう考えが普通に広くなってるっていう、そういうことだと思いますね。マフの今年の末までの総資産の目標ですか。この間あのブルームバーグ の取材で2人で受けた時に、はい、3年後にどうするんですかって聞かれて、その時に15倍です。というなんだっけ、そういう移行計画じゃないです、移行ですね。でこの投資は104、この公募投資146億円とかなってるんですけど、まあ、死亡とか合わせると、まあ、ざっくり200億円弱になっていまして、まあ、それの15倍で3000億円ぐらいは3年で、まあ、行きたいというふうに思ってるという、まあ、意向というかですね、話なんですね。それで考えると今年の末ぐらいにはどのぐらいかな、どうでしょう、まあ、500は超えてないと。そうですね、700ぐらい。でも僕が今までその独立系で急に大きくなっていった人たちのを見ると、指数関数的に大きくなると日があると思いますので、今年の年末500ぐらいで500かガンクと400とか500とか、その後ピューッといくという人、そんな目標で頑張りたいと思います。日本株のマーケットインポイントは数ヶ月後かと思っている。いやーマーケットは分からないですね。ないけど、でも難しいですね今ね。本当税金上げるわけに、まあだから、流動性増やしすぎちゃいましたと。でインフレが止まりませんと、インフレが止まりません、だけど税金上げることは政治的に難しいから金利上げるしかしょうがなかったと、マネーの速度を遅くするには。そしたら変なところで銀行に問題が起きちゃったっていう、そこでこうちょっと困っちゃった感じがねするので、うん、まあそれでもおそらくそれでも私は金利上げていくんじゃないかと思うんですけれども、今週もは FOMC ありますよね、はい、それでなんかそこがちょっと見ものですけれどもね、うん、まあちょっともんちゃんさんは数ヶ月後とおっしゃってますが、私にはちょっとわからないです。もう大変かもしれません。短期はわからないですけど、長期的に言うとやっぱり貨幣価値が落ちるというのがインフレで、また流動性を過剰に供給するというのも同じような貨幣価値の問題になってきて、その中で企業は生産性を上げるという競争を常にやらないといけないというゲームにすでに資本市場ではなっていると。そうすると生産性が上がりつつかつ貨幣価値が落ちてくるということになると、やはり株式というのは長期的には無力的というふうに理論的には言えるというふうに考えてまして、常に過去起きたことっていうのはそういうことであったのもまた真実だということを付け加えさせていただきます。あと5分しかないのでパンパンパンと、はい、テンポよくいきたいと思いますね。 HT 様、ファンドの規模を増やすにはどのようなことが必要か。これはまあリターンの結果を出すことと、先ほどから、草刈りも言っているようにしっかりと
投資家の方にも対応していくことと、その2つだと思いますね。あとやっぱり我々の活動によって A 社 B 社生産要素の交換があって、これだけなんか A 社 B 社足してどっちも良くなったよねっていう、そういうマフの活動で日本の生産性が上がるんだっていう、そういう実例が見えてくると、それはやっぱりガーンといくと思うので、それ頑張っていきたいと思います。マフの要望が実際に形になったケース、これ先ほど一つ二つご説明した通りですね。まあ、そんなのがございます。はい、エンゲージメントをした企業の業績が上がり続ければ長期保有するのですか。ですね、株価のターゲットまでの距離がまだあれば持ち続けると、業績が上がり続けても、まあ株価行ってここまでだろうってところまで行っちゃえば、まあ、その株持っててもアップサイドは限られてくると思うので、保有はやめるかもしれません。PBR1 倍以下の日本のメガ企業も1倍以上目指して株価上がると思いますか。いや、上がるんじゃないですか。それ実際に今起きてますので、いろんな会社で起きてます。はい、ですね、現在保有されている銘柄すべてにエンゲージメントはされているのでしょうか。濃淡はありますが、8割全然してないところも、まあそうですね、9割方ぐらいしています。濃淡はありますけど、これ桜はちなみにどっかから拾ってきた、はい、そうですね、ちょっと今お花見しているんで、そうですよね。ただあの我々の本社のあるアークヒルズの横の坂ももう一気に 7分咲きぐらいまで、なんか昨日今日ぐらいでポンと来ちゃったみたいですね。どのくらいの金額から参加できるでしょうか、マフは。マネックス証券ですと100円から買い付けできるということで、まあ、証券会社によって違ったりするので、ちょっとそこはご確認いただきたいなとは思っております。はい、はい、それからですね、 PBR1 より小さいままじゃまずいぞキャンペーン相当効いているのか。効いてますよね。 PBR 祭りなんつって、うん、みんな慌てていろんなことやっていますから。久しぶりじゃないですか、伊藤レポートの 8% 以来のインパクトじゃないですか。うん、ね、あとですね、20年くらい積み立て投資するとして個人のポートフォリオにはマフはどのくらい組み込んでたらいいお考えですか。20年の積み立て投資、積み立て投資すると何パーセントってなかなか難しいですよね。ずれていっちゃいますから、うん、まあまあでもご資産の何パーセントぐらいか、マフそうどのくらいですか。2割ぐらい、もうちょっと言っていい、3割ぐらい、3割ぐらいは我々があのびったりとあの伴走してしっかりとリスク管理してまいりますので、3割ぐらい頑張りましょう。頑張りましょう。はい、そうですね、あのマフは100円から買えますと。でそれではもちろんそれを分散投資しているので、まあ、集中投資だけでも分かれているので議決権はないけれども、まあ、でも束ねると200億弱あるの でそれで議決権それなりにあり、あと我々は議決権の多さ勝負じゃなくて、その提案の内容とか我々のコネクションで、その発行体に対するクレディビリティとか、それでエンゲージメントしているので、あのやってると、そんな感じでございます。あとは、あ、なんかあのお客様の間で自己紹介を、はい、はい、一つだけごめんなさい、いいですか。あの YouTube の方で、マフが本格的にリターンを得るのは 2,3 年単位ではなく10年以上の単位で見ておくべきでしょうかという質問が一つ来てます。いや、そんなことないと思いますけど、チーフポートフォリオマネージャー、まあ、常にリターンは求めていますが、あの確かに1週間とか2週間とかそういう話では全くなくて、長期的に成功することがまず第一優先順位です。ただあの短期でももちろん成功したいというふうに思っておりますが、短期はマーケットの状況とかいろんな特別なファクターが入ってくるのでなかなか読みづらいですが、まあ、ただあのお答えとしては両方を目指しています。ただあの重視しているのは長期です。
ありがとうございます。ちょっとじゃあ最後にちょっとお知らせだけさせていただければと思います。はい、まずですね、先月2月の4日に、開催しました、マネックス証券の方で開催しました、マネックスアクティビストフォーラムの、アーカイブの映像が今ですね、マネックス証券の YouTube チャンネルの方で、公開されております。こちらですね、2019年の開催以来4年ぶりに対面でも開催いたしました。で、会場で約300名で、オンラインの視聴も合わせると合計で5000名以上の方がですね、参加、視聴していただいて大盛況となりました。改めて松本さん、平野さん、いかがでしたか？簡単に。もう熱気がすごかったですね。はい、もう私、マネックス証券の全国投資セミナーとかで、もう会場型のセミナーって分かりません。300回とか400回とか、300回やってると思うんですけど、真冬のこの会場型セミナーの熱気はやっぱり異常ですよね。なのでとても気も引き締まるし、元気も出ます。あとご質問のレベルの高さにびっくりさせられます。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。で、こちらの YouTube の方でぜひ見れますので、皆さんぜひご覧ください。はい、であとこちらご意見フォームのご紹介です。マネックスアクティビストファンドでは個人投資家の皆様からのご意見を募集しております。日本の上場企業や日本の資本市場、または真冬に対関するですね、ご意見やコメントなどいつでも募集しておりますので、ぜひフォームからご意見をお送りください。あと真冬の SNS のアカウントのご紹介です。Twitter、Instagram、Facebook に加えて YouTube の、チャンネルもございます。でこちらの方で収録版の、活動報告動画なども出していますので、こちらもぜひ皆さんご覧ください。で、最後ですけれども、本日のセミナーの、アンケートへのご協力のお願いです。直伝のですね、Go ストリームでご視聴されている方は終了時に画面上に、アンケートが出ます。 YouTube の方は、チャット欄にリンクを置きますので、そこからアンケートにご回答いただけますと幸いです。ちょっと駆け足になってしまいましたが、こちらでお知らせの方を終了します。最後にですね、締めの挨拶ということで、皆様から一言ずついただけますでしょうか。はい、皆様、3月、今日は3月20日ですね。20日です。はい、特に3月20日なんかあるわけじゃないんですけど、3月、僕は実は誕生日でして44歳になりまして、すごく、なんだろう、僕の中では新しいこのステージにこう挑戦するっていうのは非常にこうモチベートしているものがありまして、今回このマフに参加させていただくっていうのは自分が目指してた形に非常に近いと思ってますので、ぜひ皆様と共にこのファンドをですね、より大きく、より素晴らしいものにしていきたいと思ってますので、これからもぜひよろしくお願いします。少し長めだったんで私手短にさせていきますが今後も長期の成功を目指して頑張って、皆様と一緒に頑張っていきたいと思います。日本企業を一緒に変えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。打倒 SP500 で、はい、日本株に、日本企業に投資したくなるような日本企業群に なるように我々が率先して活動して変えていきたいと思いますので、ぜひ、今後ともマフを、マネックスアクティビストファンドをよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では、こちらでマネックスアクティビストファンド運用報告セミナーを終了とさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。